道路原表とは道路の奇襲点を示す標識である。日本の道路原表が国によって定められたのは、立定調査のための明治時代初期のものと、大正時代の旧道路法施行令交付の時のものと、二つの時期に渡って道路に設置されたものがある。正確には、大正時代に設けられたものが道路原表と呼ばれるもので、明治時代に設けられたものは立定原表といい、 大正期の道路原表の前身となるものである。これ以外に現在、一般国道などの奇襲点などで見ることができる道路原表は、昭和時代の太平洋戦争後に設置されたもので、その設置基準については法的な根拠はなく、道路の付属物の扱いで記念碑的なものとして建てられたものである。特によく知られるものに、東京、 日本橋に設置された日本国道路原表があり、主要国道7路線の起点表にもなっている。かつて日本の中心は都にあったが、1600年の関ヶ原の戦い以降、江戸幕府を開いた徳川家康が江戸の日本橋を中心に五街道の整備に着手した。256年にも及んだ徳川幕府の中心地である江戸は明治新政府の時代になって、 東京と名を変えても、政治の中心地はそのまま東京に置かれた。明治政府が行った道路の整備については、江戸時代に整備された街道を中心に行われ、旧道路法で東京を中心に、当時の府県庁所在地や宮廷国陸海軍の師団司令部所在地などを結ぶ道路が国道に指定され、道路原表も設置された。現行の道路法に改正されてからは、 道路原表の法的根拠はなくなったが、日本の道路の中心地のシンボルとして、日本国道路原表も日本橋の中央に設置されている。大正期に設置された道路原表は、1919年の旧道路法制定後に、同年11月に関係法令として制定した道路法施行令で3条にわたって規定したものである。この規定内容は、 府県庁、市団司令部、陳寿府、軍事役所、または町村役場の所在地を国道、府県道、または軍道の路線の起点終点とするときは市町村における道路原表の位置によるものとするとし、各市町村に一個ずつ道路原表を設置することとされていた。さらに、1922年に道路原表の形状、規格、 材料など細木が規定された内務省令が発布され、当時1万2000以上あった各市町村の自治体中心部に設置が始められた。設置場所は府県知事が指定することとされており、ほとんどは市町村役場の前か市町村の中心となる主要な道路同士の交差点に設置されていた。東京市に限っては旧道路法施行令によって、 日本橋の中央に設置することと定められていた。道路の奇襲点を市町村名で指定した場合は、道路原表のある場所を奇襲点としていた。道路原表の大きさは、中央2 5センチメートル、高さ約6 3センチメートルの脳が叩いて、一般に上部が弧を描くように丸く削られた形状をしており、材質は、加工岩で製作されているものが多い。 各地方によって、長部の削り取られた形状部分は様々なものが見られ、材質についてもコンクリートで製作されたものもある。道路原表の正面には、村道路原表、町道路原表のように、各市町村名の道路原表であることを示した告示があり、背面に設置面が掘られている場合もある。1952年施行の新たな道路法により、 大正時代の旧道路法は無効となり、現行道路法の第2条、第2項第3号で、道路原表は道路の付属物とされているだけで、設置場所や道路原表を路線の奇襲点にするなどの特段の規定はなく、道路の奇襲点は道路原表と無関係に定められている。大正時代に設置された道路原表は、当該道路の管理者や所在する地域の 教育委員会が保存、管理している場合もあるが、道路原票を管轄する組織の法的根拠や設置義務もなくなったため、その存在意義を失って、道路工事や宅地開発などで撤去されたり、いつの間にかなくなってしまった道路原票も少なくなく、2014年時点で確認されている対象道路原票の残存数は全国で2000カ所未満と言われている。 現存状況については、地元の研究者や愛好者が確認して集計している。地域もあり、インターネット上で公開もされている。日本橋の日本国道路原表本体。国道1号、4号、6号、14号、15号、15号17号、20号が集まる七幹線国道の起点となっている。東京都中央区日本橋室町の道路原表。写真中央に建てられているものが、 東京市道路原表で、その左下の地上に設置されている台座にはめ込まれているプレートが日本国道路原表のレプリカ。日本橋の中央にあった東京市道路原表は東京都電本通線の河川柱として使用されていたが、都電廃止後1972年の道路改修に伴い日本橋の北西側田元に移設された。この時同時に、 東京市道路原表があった場所には、50センチメートル、四方の日本国道路原表が埋め込まれた。中心を取り囲むように、日本国道路原表と書かれた文字は、当時の内閣総理大臣である、佐藤栄作の記号によるものである。日本橋の車道上にあり間近で見るためには、交通上危険を伴うため、橋のたもとに、レプリカが展示されている。また、 日本国道路原表の直上を通る首都高速都心環状線の高架橋上にも東京市道路原表に似せたモニュメントが設置されている原表そのものはモニュメント的なもので法令に直接準拠したものではないがその根拠となるものは東京市道路原表があった位置であることから大正時代に交付された旧道路法施行令の条文にある道路原表に関する規定であり 1873年の道路理定調査に関する大上官たちに由来するものでもある。また、日本橋を日本国の道路の起点と定めたことは、江戸時代まで遡り、船江尾港にて、この橋江戸の中央にして諸国よりの皇帝もここより定められるゆえ、日本橋のなりとの伝えによるものである。現在、日本橋のモニュメントとして残されている、 東京市道路原表は1923年の関東大震災後から復興後の1928年の時に日本橋の中央部往復する自然の日本の線路間に建てられたものである。現在、橋の中央のこの位置には日本国道路原表の金属板が埋め込まれている。大正時代の1919 19年の道路法施行令で各市町村に 道路原表を置くことが規定された時に、東京市がどのような道路原表を置いたのかについて、詳細はわかっていない。さらに、明治期の日本橋の道路原表が、日本橋のたもとにあったものなのかについてもはっきり、していない。東京市道路原表は元来、市電の河川を喧嘩するための支柱であり、これを兼ねて道路原表としたものである。 太平洋戦争後の1972年になって、市電から解消されていた都電の撤去改修工事に伴って日本橋の北西緑地に移設された。利定原表は、明治時代初期の利定調査のために定められた道路原表である。1873年12月20日、明治政府は大乗艦立第413号により、各府県ごと、 理定原表を設け陸地の同定の調査を命じている。これによると、東京の日本橋、京都の三条橋の中央を国内諸街道の木ほどと、し大阪府と各県は、府県庁所在地の交通数用地に目標を立てて、館内諸街道の木ほどとするものとされた。道路原表としての役割を持つものの、元来が理定表であるため、 理定原表の位置から主要地点までの距離が、借鑑法における里、町、長、間の単位で示されていた。一般に、材質は、木柱でできており、当時建てられた木柱製のものは風雨にさらされて、朽ち果ててしまい、現存するものはない。ただし、鹿児島県など地域によっては、石柱として建てられたものがあり、今も当時のまま残されている。現在、 明治時代の木柱製の理点原表の姿で見ることができるものは復元保存されたもので、長野県小諸市の北国街道小諸宿道路原表や富山県高岡市など各所で復元木柱が残されている。日本以外の主要国の道路原表に関する状況は次の通り。道路の起点と距離は各州が定めているが、首都ワシントン DC のホワイトハウスの近くに、 ゼロマイルストーンという標識は、一応ある。北緯38度53分42.38757秒、成形77度02分11.57375秒、北緯38.8951076583度成形77.0365482639度。 38.8951076583-77.0365482639ロンドンのチャリングクロスにあるチャールズ一世像。北京の天安門広場の南側の前門の近くに中国航路0クリの標識が2008年に建てられて中国国道 G100 シリーズの出発点になっている。台湾では台北市の中山南北寺と ただたか東西路の交差点に道路原表に相当する0クリ、キロメートルの道路標識が2つある。第1線、第1公線、第3線、第5線、第9線が集まる5幹線の起点となっている。パリのノートルダム大聖堂の入り口前がパリの中心地であり、各地はそこからの距離で示す。フランスの道路ポイント0モスクワの赤の広場の 北西側のバスクレセンスキー門を出たところにあるマネージュ広場の地面にロシア連邦自動車道路の 0km 標識が埋め込んであり国道 M10 号などの出発点になっているみんなでこの標識を踏んで後ろにコインを投げ写真を撮る観光名所になっている一例として鹿児島県鹿児島市千国町の国道10号と国道52号の交差点に立つ 石中製の李定原表は西南戦争によって木柱の李定原表が防出したために1902年に建て替えられたもの。ありがとうございます。